格闘タクニュースゾウの雑白です今回は、ライジンランドマーク9神戸大会新カード発表、パンチのあるカードについてです。先日、榊原さんがライジンランドマーク9神戸大会の対戦カードについて発表していました。追加カードがないかと思われたところ、パンチのあるカードを1試合追加するそうです。ただ、神戸大会はもう今の時点で完売しています。 これぐらい人気が高く、試合カードも豊富と言っていいでしょう。まあ、西谷大失敗と、パンクラス上位ランカーの高木亮選手。そして、しょうもないギャグの中村優作選手とアルマ・アシモフ選手。そして、我らのパンパース姉妹、高パンシン VS コーディ・ジェラ・ベック選手そしてマサカリを担げない金太郎 VS 大輝・ライトイヤー選手でサラクボチャネルとカーフキックの王に高橋涼吾選手で我らの性欲7光アーセン山本と柴田モンキー選手あとイガール田辺選手とネコラッサー・キジ選手でチョコボール武田からアルフォート武田になった武田コーチと我らの萩原恭平で引退詐欺こと雷神の北斗晶のレーナと新友里ちゃんでなんと日本語の不自由な 王子こと我らのなお、きっきと佐藤翔子選手で。まあ、メインカードはおそらくですが、ホベルトサトシソウザ vs ウェルター級の中村慶太郎選手がライト級に落とした注目の一戦です。もうこれだけ集まればまあ、完売するのも地方大会で言ったら間違いないと思っていたところを完売しまして、パンチのある選手とのことですが、ここで匂わせてきたのが、なんと木村ステップ妖精ミノルです。ま、木村稔は何がすごいと言ってドーピング検査に引っかか,かり、そして次。安 選手と試合が決まったところその DOP 検査の引っかかりと2回連続引っかかってますにもかかわらず匂わせとしてすごい体の写真を載せてました、まあ、パンチがありすぎと言ってもいいでしょうですので匂わせてる木村ステップ妖精ノルかもしれませんまたここまでカードが豪華ですので逆に K1 からの死者が来るかもしれませんそうなってくると K1 から MMA 転向でいうとやはり我らの色白持ち肌ポメラニアンよりかわいい 平本の君のの、まあ、ブルーローロ一員である篠塚ただ MMA も初めてばっかりですのでなかなか難しいとこありますので、まあ、地下格出身の MMA ファイターと戦わす可能性が高いと思われます。それ以外なかなかパンチがあるっていうのは難しいんですけども、まあ、あと考えられるのは、うん、やはりパン祭りパ戦 かもしれません。パンだけにパン祭りパイ戦なんですけども、まあ、山崎選手は K165 キロの元王者で、現在引退はしていないのですが、全然試合をしていません。朝倉のミックの JTT でコーチをしているぐらいです。ですので、ここで、なんと朝倉ミックつながりで、パン祭りパイ戦が出てくるとなれば、かなり面白い展開にもなるでしょう。あと、まあパンチがある。パンつながりで言うと、やはり我らの可愛すぎる松尾番内にのパンちゃんリナ選手かもしれません。 松万内にのかわいすぎるパンちゃんリナなんですけども、詐欺サインで一役を封じしました。で、まあ、k ワ1で宮崎小雪ちゃんとやるのですが。 まあ、それも合わせて、パンチがあるということで、MMA デビューかもしれません。で、また、詐欺サインで、今度はメイメザーのサインでも書くかもしれません。あとは、なかなか難しいのですが、考えられるのは、パンチ佐藤選手。まあ、イチローと一緒にデビューしたパンチ佐藤選手が、パンチつながりであるのではないでしょうか。勝手にしてください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日10時からライブ配信を行いますので、ご覧ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。